さあやってまいりました、翔平 TV イベント後半戦です。ピッチャーはテニス部のつくるくんですね。さあバッターはナグリさん。はい、高めに外れてフォアボール。まあ炎上中となってますけどね。つくるくんはそういうキャラなんでね、はい、しばらく消化までお待ちください。はい、来ました。真ん中にズドーンと来ましたね、ズドーンと。そしてこの真ん中また、うわー、えぐい、三振。ナイスピッチングです。バッター伝統の3。はい、高いけど空振り三振と。9位でね、押してますね。そしてバッター笹井さん。はい、こちらどうなる。これはセカンドショートでお見合いをしまってセンター前、その間に1点。さあバッターはパパニキさんです。はい、ツーシームですかね。やられたんでやり返してますね。はい、こちらもツーシーム、高めにちょっと行きましたけどストライク。こちらツーシーム、はい、また四死球ですね、四死球ですね。そしてバッター破壊王、これはちょっとぶつかりましたかね、デッドボールで。はい、次は、はい、イロミーさんの時もフォアボール。そして剣豪で、はい、ピッチャーフライでチェンジとなります。この回ね、結構長かったんですけどね、なんとかチェンジになりました。そしてチェンジになりまして、ピッチャーゴロ、バッタークリッチ、クリッチ、クリッチがまさかのいい当たりでレフト前ヒット、ナイスバッティング。そしてバッター三上さん、はい、ファーストゴロでアウトとなります。そしてバッター山越さん、セカンドゴロですかね、アウト。その間に、はい、後世が実はね出てましたね。バッター翔平、はい、打てずショートゴロ、これが暴投になりましたけど僕の足の遅さでアウトとなってしまいます。そして6回です。作る対本山さん、本山さんがすごいバッティングをして、はい、ライト線に落としてヒットとなります。そしてバッターエガ、まさかのエガがいい当たりをして、はい、レフト前ヒット落ちます、落ちますね。はい、そしてその後ゴローが三振、ヒロトが、はい、ライトゴロ、これはアウト、ライトゴロアウト、ランナーは生還となります。そして次のバッターはリント君です。翔平の高校の後輩ですね。空振り三振です。これでアウトになります。さあチェンジになりまして、ピッチャーは破壊王こと今川さんです。はい、バッターゆささん、これはどうなるか、ライトファールですね。で、お次の球が、はい、低めに行ってしまい、フォアボール。そして次のバッター、上野さんが左中間をね、切り裂くヒットで、これはエンタイトルツーベースですね。ナイスバッティング、すごい。そしてお次のバッター、田中さん。はい、ショート、はい、ショートゴ、ショートゴ。リサさんがね、挟まれまして、はい、アウト。その間に上野さんがサードランナーで、バッター三浦さん、まさかのセーフティー、セーフティーをしてこれでアウトで、送球は送球ね、はい、ランナーは生還となります。これノーサインです、ノーサイン、すごいですね。で、バッターつくるくん、はい、これはピッチャーゴロ、ナイスピッチングです。そして7回です。さあクローザー田中さんが登板です。
はい、そしてバッターは山梨から帰ってきて急遽ね、はい、来ました良平くんです。はい、はい、到着してね、すぐね、はい、打席立ってます。はい、そうですね、内外野は全員前進しております。はい、もうライトなんかもうその内野の後ろの芝生と土の境目ぐらいに来ますね。はい、これはね、みんなね、もう大注目で、もう両兵をこう煽るぐらいで、はい、やっております。さあ、お次の球は？はい、まさかの宇宙間を切り裂いて、全員前切ってたんでね。はい、これは、オーバーですね。規制を上げて走ってますね、両兵くん。これで、はい、スリーベースと思いきや、この後、まさかの事態が起きます。はい、これまさかの事態です、これ。はい。温泉パワーなんかちょっとわかんないですけど、はい。隙を見てね、はい、走ってました。そしてお次、ジョージさん。はい、まっすぐ空振り三振。そして、田代さんが、はい。まずね、ストレートの真ん中。はい、それ。ショートゴロ、アウトできるか、アウトとなります。ツーアウト。その後ナーグリスさんです。はい、まっすぐストレート、ストライク、高めいきましてフォアボール。はい、でバッターリキさん、レフトフライとなります。そしてここで試合終了。楽しくて本当にいい試合でした。参加してくれた皆さん本当にありがとうございました。2試合目もねありますんでね、後日アップしていきます。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてデサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします。パワー自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた決め玉で。